会社が倒産しました。ラッキー。私ここで働く。はあ、フリーマーケット、うん、フリーマーケットに出店するの。石垣島の材料で作ったラー油ってことで。美味しいですよ。簡単に島に移住して、簡単に商売始めて、どうせ今でも軽い気持ちなんだろう。違いますよ。ぬちこそ天気夫婦の作り方。